どうもろです。はい、サクエルモンです。はい、今回ね、まあエクストラパック2018が出たっちゅうことで、まあそれを使った対戦なんだけどね。僕はビュンデットなんだけどね。私は次回試です。舐めてんの？ふざけてんの君？別にいいんだよ、相手が何だろうが。俺はな、こいつを次回試も使いたかったんだよ。ふざけてんの？メタヨとか舐めてんだろ。知らねえし。勝てんのか、まず最初はグーチャケポイ。どっち先行だよ。増殖する字引いてないかな。引いてないかな。メタリオンの試合で勝てる気してこねえよ。どんだけメタリオン嫌いなんで。どうぞ。メタリオン嫌いですよ、そりゃ。逆に好きな人いる？メタリオン使ってる側、使ってる側じゃねえ。使ってる側の話は聞いてねえ。使ってる側としては、違う。はい、こうか、こうか。最初は2個で、こいつ、はい。お前さ、俺がそんな言わせやすと、その動きを許すと思うのって話よ。ね、動かれた。うわー、マジさ、クソ、マジふざけんな、クソじゃねえの、マジ。準備するだけですー。動けません。君にやられたせいで、今動けません。あー、死にてー。死にてー。手札にリリーサーいいんだろ、そんで。どうせどうせ手札にリリーサーいいんっしょ。いたら使ってます。大変だぜ。ドローです。ああ、一気です。何それ、なんかカード使ってくれたけんだよ。で、待って、相手の場だけにモンスターいるんで、特殊召喚ほか、自身をリリースしてデッキから好きな、次回試持ってくるけどいいかな。いいですよ。こいつ持ってきてやるんじゃない。舐めてんじゃねえよ、ニャロ。体温です。死んだ。はい、で、チキンレス効果1000点払ってワンドローします。よし、そいつら戦闘で破壊されないだろう。体温召喚バトルフェイスチョン。はい、で、バトルフェイス終了し効果デッキ手札戻ってください。で、一旦月300点のダメージを与えます。メインフェーズ2入って、リチュアルチャットに張り替えとか一応本当に振り返ってから一伏せして話をします。ドローフェイズ、はい。しー、鍵もこうかよ。特殊化せないユニズミです。手札にいるけど、はい、じゃあ効果、はい、効果か対象です。はい、対象です。落とします。ダメです。ダメです。かぶしてくんじゃねえよ。殺すぞ。じゃあボーナス、はい、ボーナ効果ここに迷う除外。おのるいわこです。好物はアナストです。なめとんのか、これ。殺すぞ。召喚、召喚ね。リスク召喚で、で、影物効果、影物効果対象はその子ですよ。少し閉じないんだな。ああ、リンク、リンク、おーしー、はい。で、まあ、チェーン組んでくださいな。チェーン組みます。ワン、ツー、ウェイ、いいからです。よいしょ。はい、出しました。で、リベンデッツスライヤーの好きですね。キルで自分のデッキからゲッシュマジックを持っていて、その後ベンデットモンスターを墓地に送ると。早朝のゴミ捨て場所にはしのぎあって、ん？なんだっけ、ちょっとわかんない。効果、はい、墓地に送られた時の効果だっけ。墓地送りの効果ね。はい、ベンデットカードを見せて、はい、墓地から手にしよう。シンクだよ。はい、以上。以上な。タペストリーで調査も出ないし。はい、どうぞ。はい、ここか。お願いします。私はユニゾンビ。はい、召喚。はい、で、ここで、はい、リンク。はい、そうです。これがサモンソーサレスです。はい、サンダ。はい、出た。ここが、うん、が入ってないけどな。はい、で、ここが、よいしょ。 OK と、同じの、同じ属性の、属性じゃねえ、タイプか。あ、タイプ、タイプ。種族や、種族。属性は、まあ、大して変わんねえけどな。種族や、種族。ここでシンクロ、シンクロリンク。あ、こいつだ。はい、いや、じゃあ、ワン、うん、ツー、はい、ワン効果。いや、2からだ。ごめん、ウーロン、俺多分あの、1週間後死ねるわ。遊戯王さんの1ヶ月ぶりだろ、つうか、お前。そもそもそうだからって忘れすぎだろ。手札、寝すぎだよね。寝すぎだよ、うん、死んじゃう。死ぬ。はい、じゃあバース使用します。じゃあバースで送るのは、うん、スレイヤーや。スレイヤー送って墓地からスレイヤーか。スレイヤー、墓地にスレイヤーいた。いないわけで、さっき出してたじゃねえかよ。ねえ、スレイヤー出すよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、リンク召喚。トゥイントゥイントゥイン。ねねねねねね。待って、シンクロ儀式リンク効果、うん、全部バラバラ種類で効果か。4枚ドローして、手札3枚をボトムに戻してください。あと見えてる手札。どうしよう、ボトムに戻すのは、はい、こうやつと、こうやつと、うん、こうやつかな。オッケー、シャッフルしない。く
手で人になってしまう。危ねえ。出だ。出だ。はい。リベンデッドスレイヤーの効果。リベンデッドボーンの効果。リベンデッドリボーンじゃん。リベンデッドボーン。リベンデッドボーン。リベンデッドボーンなんだが、ベンデッドボーン、ベンデッドリボーンなのが、ボッチのリーサート。リリーサート？リリーサート、ゴビンゾン。カンパってやべか。で、召喚。ボッチから儀式召喚。はい。で、効果が。効果で。インサギのモンスターの火力がパッパ。300アップ。強い。じゃあ、ボッチのバルーン効果。はい。ボッチをほっで、召喚。ピザマー。効果。はい、効果。はい。で、効果。はい。水着特殊召喚。あと3体使ったらってやつね。はい。うん、じゃあ、リンク。リンク。じゃあ、シンクロだ。はい。はい、で、効果か。効果。パワーアップ。パワーアップ。はい。殴ってこいよ。うん？殴ってこいよ。いや、殴んねえけど。なんでだよ。はい。もうトネド。テキスト確認かな。これは魔法カードの発動ね。オッケー。いや、ダメだって。こいつ SS そのものが増えちゃうわけです。私のターン。うん。で、メタヨンができなきゃやってきます。はい、マジかよ、もういいね。残りのデッキ何枚だろう。30枚。それは嘘だろ。そんぐらいじゃねえよ。お前の。え、じゃあお前のデッキで。あ、俺、うん、俺は多分20とか24。25ぐらいかな。24とか24。つまり俺は10回魔法使えばいいんだな。いやいや、そんな魔法ねえよ。え、ガチレスしていい？うん。超困った。あら。すげえ困ってる。やった、困ってる。魔法使えないじゃん。なんもできねえ。8000円。あ、8000円。足りたらドロフェイス。ドロフェイス。はい。ダイレクト。2800もらいます。ダイレクト。2500かな。はい。はい。ダイレクト。ありがとうございました。嘘ぴょーん。強くない強くないそのハンド。というわけで、いかがでしたでしょうか、はい、ね。まあ、両方とも一応もう紹介動画上がってるんで、はい、で、ほとんどレシピ、特にこっちもね、変わってないんで、当時のと。まあ、気になるって方はね、カードとか、カード使うの、あれ、横に出てるんで、そっちから見ていただければなと思いますので、はい、またね、この動画に対して何かありましたら、評価、コメント、およびチャンネル登録とかしていただけると非常に嬉しいので、はい、まあ、お願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。はい、ここまでご視聴誠にありがとうございました。というわけで、ウロンでした。サクルマでした。バイバーイ。ツイッターもフォローしてね。